それでは楽屋前のいじり岡田さんいるんだよ。乃木坂46様と書かれた楽屋の前で舌をペロペロさせるいじり、会場の乃木坂たちから大きな悲鳴、有吉さん早速入ってみます。ドアを開けると薄暗い部屋からパンパンという不気味な音が、電気をつけると乃木坂46 46人分の荷物をまとめて縛り、天井からぶら下げてサンドバッグに見立てて殴り続けるさだまさしの姿。さだはイジリーには目もくれず全裸で殴り続け、その一物は八切れんばかりの臨戦態勢をとっている。イジリーがそっとドアを閉め、有吉さんそちらにお返ししますと言うと、有吉はそういえばカンナちゃんは最近スイカゲームにハマってるんだってと起点の効いたパスで紅白最大のピンチ切り抜け。